とにかくお金を使っていくとおとといから申し込みが始まった名古屋市のプレミアム付き商品券新型コロナの影響や物価高騰などで厳しい状況にある地域経済の活性化を図るためのもので1万円で1万3000円分の買い物ができます。 このプレミアム付き商品券は紙と電子マネーの2種類あり、発行総額は合わせて325億円と過去最大です。担当者によりますと、おととい午後1時半までに紙が113人、電子マネーが91人申し込みをしたということです。申し込み期間は来月17日までで、利用期間は6月22日から来年1月31日までです。